マーティンカ・プラスはアメリカの理論科学者。1979年からハーバード大学のセオドア・ウィリアム・リチャーズ科学教授職に勤めている。また、フランス国立科学研究センターとルイ・パスツール大学が共同運営する生物物理科学研究所の研究所長を務めている。オーストリア・ウィーン出身。1938年3月13日、オーストリアは ナチスドイツに並行され、その数日後カーアップラスは家族と共に国外に脱出。スイス、フランスを経由してアメリカに渡った。1950年にハーバード大学で学士号を取得した後、1953年にカリフォルニア工科大学のライナスポーリングのもとで博士号を授与された。その後、オックスフォード大学で NSF ポスドク研究員として、 チャールズ・クールソンの下で研究した。カープラスは物理科学の多くの分野に重要な貢献を残した。核磁気共鳴分工法、科学動力学、量子化学のほか、生態高分子の分子力学シミュレーションへの貢献が著名である。核磁気共鳴分工法では、核スピン、スピンカップリングと電子スピン共鳴分工法の理解に重要な業績を残した。 タンパク質核磁器共鳴文工法において結合定数とタンパク質骨格のねじれ角度の相関を記述するカープラス式は彼の名にちなむ。カープラスの現在の研究内容は主として生体分子に関するものである。彼のグループはチャームムという分子力学シミュレーション用プログラムを開発し現在も調整を続けている。彼はマキャモン、ジェランと共に 物質水蔵トリプシン素外因子の分子力学シミュレーションを世界で初めて発表した。このシミュレーションは、タンパク質分子の動力学的性質を解明するものだった。現在、国際量子分子科学アカデミーの会員である。また、1955年以降から現在までに、イリノイ大学、コロンビア大学、ハーバード大学で監督した。 大学院生やポストドク研究員の人数は200人を超える。2000年王立協会外国人会員選出。ノーベル科学賞の二人、実はあまり口を聞かない中ハットカープラス、M、スピナッチオンザ・シーリング、A、セオレティカル・ケミスト、S ・リターン・ツー・バイオロジー。アニュアル・レビュー・オブ・バイオフィジックス・バイオ・モレキュラー、ストラクチャー35-147、ドイ。 10.1146、アニュレブ、バイオフィズ、33.110502、133,350、プミド1,6689,626。ありがとうございます。